時刻は18時30分になりました。新番組神キレイプロの話を聞いてみよう、司会進行の広瀬優子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は毎回ゲストに美容師さんをお招きし、神キレイと言われるためのお役立ち情報と印象に残るお客様のお話を聞くヘア美容情報番組です。この番組ではお便りを募集しています。メールwarop.co.jp、 メール@warop.co.jp、 どしどしお便りをお送りください。はい、まだ2回目の放送なのでとても緊張しておりますが頑張ります。この番組では毎回素敵な美容師さんをお招きしております。施術中にはなかなかお伺いできないようなこともたくさん聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には協賛企業さんがいらっしゃいます。オーガニックシャンプーロナロナの提供で30分間お送りいたします。はい、前回もとっても素敵な、ね、美容師さんをお招きしてたんですけども、今回も本当に素敵な美容師さんをお呼びしております。皆さんどうぞ楽しみにしてくださいね。美容師さんにたくさんいろんな情報をお聞きして、みんなで綺麗な髪になっていきましょう。はい、でロナロナシャンプーはですね、オーガニックシャンプーになります。髪と地肌にとても優しいシャンプーとリンスです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではこの番組ではお便りを募集しております。メール@warop.co.jp、 メール@warop.co.jp、 毎回いらっしゃっていただく美容師さんにですね、ぜひお聞きしたいなということがございましたら、どんどんお便りをこちらに送ってください。メールで送ってください。よろしくお願いいたします。はい、それでは30分間、どうぞよろしくお願いいたします。神キレイプロの話を聞いてみよう。本日は番組にゲストの方をお迎えしております。ロアナ六本木代表の山根裕二さんです。山根さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。山根さん、もう本当におしゃれな六本木にあるお店の、ね、オーナーさんということなんですけど、ありがとうございます。お店のご案内を少しだけいただけますか。はい、当店はですね、はい、六本木っていう立地もあって、うん、深夜営業というのをしてまして、夜の12時までお店を開けています。すごいですよね。うん、なので、はい、仕事帰りの方とか、うん、でも遅い時間しか来れないような方でも対応できるように、営業しております。へー、もう助かりますよね。結構六本木あたりって、ね、遅くまで働いてる方が多いし。そうですね。で、私もちょっと六本木にもアルバイトしてるんですけど、病院の受付ですけどね。あ、そうだったんですね。はい、でもね、本当にね、忙しい方が多いですよね。そうですね。なんかもうこれは場所柄なのかなと、はい、うん、思いますね。一流企業の方が多いし。そうですね。住んでる方々も、そう、まあ、ちょっと、違いますよね。はい、違うと思うので、ね、違う。来られる方々が結構、びっくりする方が多いでしょう。いろんな方が来られますね。ね、はい、芸能人の方とか多いんじゃないですか。結構うちは多い方だと思います ね、まあ、ね、そういう方々がいるからではないんですけど、うん、個室とかも完備してるっていうところもあって、うん、人目を気にするような方っていうのも、まあ、来やすいようなお店作りにはさせていただいてます。うん、ねえ、はい、またおしゃれな、ね、また場所だしね、通いやすいという、ね、そうですね、ところもあると思うんですけど、はい、はい、また有名な方なんですよね、山根さんがね、またね。いや、全然それは、いやいやいや、そんなことないでしょう。ねえ、なんか得意なスタイルが前髪。あ、そうですね、まあ、前髪カットっていうメニューを、オーダーされるお客さんがすごい多いので、ね、それだけでね、結構全国からすごくないですか。全国から六本木に来る、はい、そうですね、そう考えるとすごいありがたい話ですし、ね、本当大丈夫かみたいな、ね、それだけで来て大丈夫かっていうところもあるんですけど、まあ、
ありがたいですよね。いやもう絶対お金貯めていってるんですよ、はい、きっと、ね、山根さんに会いに、うん、いやいや中にはあの、うん、中学生とか中学生が、はい、高校生とかも全然それだけで来ていただいたりするので前髪カットのためにだけにだけですね。はあ、すごいですね。やっぱなんかアイドルの方をやってたとかそんな感じですかね。そうですね、結構あの、うんまあ、アイドルの子とか、うんうんうんまあ、そういう、ね、なんていうんですか、うん、中高生に人気のあるような子たちが結構通ってくれてるってところもあって、うんうんうん、やっぱそういう子たちと同じような髪型になりたいっていう、ね、ところで今ね、はい、SNS とかでみんなアップしてますものね。そうですね、あれ見てくる子がほとんどなので、ねうんはい、いやこの1ミリの差がね微妙な感じがね違うんですよ。いやそうですね、うん、もう高校生なんかになるとね、うん、もうそこが全てみたいなですよですよ、はい、もうちょっとずれたらもう学校休むとか、ね、いやもう本当その、ね、そういう年代ですからね、はい、はあ、もうすっごいですね山根さんね。でもそのカットの技術だけじゃなくて山根さん髪質改善にすごいこだわってるとかお聞きしたんですけど。そうですね、まあ、自社で、うんうん、もう完全にオリジナルで、まあうん、薬剤を作って、はいでうんまあ、お店で提供させていただいているというところもありまして、まあ、それも、まあうんうん気に入っていただいている方が多くて、うん、結構来ていただけるというところもありますね、薬剤っていろいろありますけど、はい、カラーですかそれともトリートメントですか。基本的にはトリートメントを作っていて、うんうんまあ、それをなんかカラーにも併用できたりとか、はい、どんな風に変わるんですか。そうですねどんな風に、まあ、けどパッと見で、うん、もうすぐもうああもう綺麗になったなっていう風には実感していただけるような髪にはなるかと思いますし。どのくらい持つんですか。持ちそうですねそれは結構人によってまちまちかなってところもあるんですけど、そうですね今までなんか、うまく綺麗になったことないっていうような人も結構気に入っていただけたりはしてるので、うんはい、そこはまあ満足していただいてるんではないかなと。なるほどね、はい、髪質ってやっぱり大事ですか。いや大事ですね、うん、それこそ来ていただいてるお客様で、うんうん、そのやっぱ髪が綺麗でっていうところで、うん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 、すごい有名になった子とかも中にはいたりするので。あ、そうなんですね、はい、なので、うん、やっぱ見てる人多いんじゃないかなっていうふうには思いますね、うんうんうんはい、なんか髪ってこう食べ物とかなんか紫外線とかそれで口に入れるものとかで変わるような気がするんですけど、やっぱり外観っていうか外のものとかでも随分変わるものなんですか。そうですね、両方すごい大事で、うん、生えてくるときはね、うんうんうん、食べ物とか、うんうん生活とかそういうものがすごい大事になってくると思うんですけど、うんうん、一回こう根元から生えてきたものに関しては、うん、もうそこからはもう外的な要因になると思うので、うん、それこそシャンプーとか、うんうんうん、トリートメントとか、うんまあ、ホームケアの方が重要になってくるかなっていうふうには、うんはい、なんかシャンプーってこう洗い流すじゃないですか、はい、それでもやっぱり大事なんですかね。あ、どっちかって言ったらシャンプーとトリートメントですと、うんうん、シャンプーの方が大事だと思いますね。それはちょっとなぜですか、なぜですか。基本的に例えばすごいこうガチガチにスプレーを固めたりとかっていう風にしない限りは、うんうん、お湯で流せちゃうぐらいの、うん、基本的には汚れなんですね、一般的には。ああ、そうなんですか。はい、ただ、うん、今こう出てるものって大概が洗浄力が強いものばかりなので、それをこう多用してる人がほとんどになってきて、うんうん、それで逆に髪傷めてるっていうところもあって、結構そこの方が重要っていうところがあるかなと思いますね。なるほど、はいはい、この番組の、ね、スポンサーがですね、はいはい、オーガニックシャンプーなんですけれども。あ、そうなんですね、はいはい、やっぱシャンプーってすごい大事なんですね。大事ですね、はい、分かりました。またちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、ここで番組からのお知らせがあります。はい、なんとこの番組ではアプリのスポンサー機能がすごいんです。 iOS 端末をお持ちのお客様は紙キレイプロの話を聞いてみよう番組ページよりスポンサー登録することができます。一口1万円で毎月先着5名様1セットの定価が12,100円のシャンプーとコンディショナーのセットにさらにもう1本ですねお付けしてお送りいたします。ぜひ皆さん番組を応援してください。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、オーガニックシャンプーについてちょっとね、お伺いしたいと思うんですけど、はい、どうですか、美容師さんって
シャンプーすればするほど手が荒れたりとか、なんかそういったお悩みとか、はい、ありませんか。いやもう僕はすごい手荒れとか肌荒れしやすいタイプなので、うん、そこはすごい気を使いますね。じゃ結構悩んできました。あもう悩んできました。皮膚科にももう行きつけの皮膚科何件あるんだっていうぐらい、うん、はい、行ってますし、あの家で使うものとか、うん、あのもちろんお店で使うものもそうなんですけど、うん、あの、うん、結構こだわってる方ではないかなとは思いますね。ああ そ, はい、それでも荒れちゃうんですか。荒れますね。特に今の時期は乾燥してるんで余計ね、うん、1年で一番こう手荒れがひどい季節かなと、はい、でも山田さんクラスになったらもうシャンプーしないとか。いえ、とんでもないです、とんでもないです。シャンプーしますし、あとなんていうんですかね、やっぱりこうしなくても薬剤とか結構触ったり、うん、はい、あと自分の場合こう作ったりすることも多くて、うんうん、それでね、あの結構痛めちゃったりはしますね、うんうん、はい、なるほど。ちょっと六本木にいいね皮膚科の先生がさ、ぜひご紹介します。ありがとうございます。まあでもね、皮膚科に通わなくてもいいようになりたいですよね。あ、もちろんそれはそうですね、はい、じゃ日々山根さんもそういったところを研究したりとかしてらっしゃるんですね。そうですね、やっぱ保湿だとか、うん、いろいろ考えてはいますけど、うん、まあ、何しても結局シャンプーなりね、うん、洗浄手洗ったりしちゃうと落ちちゃうんで、うん、なんかいい方法ないかなっていうのは常にやっぱりいいシャンプーないかなと常に考えてらっしゃるということなんですね、はい、やっぱ皆さんはそういうところお悩みなんでしょうね。そうですよね、美容師さん特に多いと思いますね、はい、毎日ね、毎日扱ってるわけですからね。そうですね、毎日もう何人だろうっていうぐらいね、はい、1日何人ぐらいシャンプーしてらっしゃるんですか。いや、あ、僕自身はそんな、うん、多くシャンプーしたりはしないですけど、うん、それこそアシスタントの子とかになるともう結構な人数をしてると思うので、ね、やっぱアシスタント時代が一番手荒れは、うんうんうん、自分もひどかったので、うんうん、まあそこも踏まえて今ね、うちのスタッフとかも結構気にかけてはいますけど、うん、なかなかどう改善していいのかっていうのがね、うん、根本的にはこう改善はしてないので、ああそう、はい、皆さんね、今日皆さんどこのお店も同じね、お悩みなのかもしれませんね。ああ、そうですね、これはね、うん、はい、はい、じゃあまたどんどんですね、はい、お聞きしていきたいなと思ってます、はい、では、これから CM に移ります。 CM の後もまだまだ続きます。髪きれいプロの話を聞いてみよう。引き続きゲストの山根裕二さんとお送りしていきます。はい、山根さん、はい、もうどうですか。ちょっと私も緊張がまだまだちょっと続いておりますけれども、そうですね、緊張しますね、やっぱり。でも山根さん、そもそも美容師さんを目指したきっかけっていうのをちょっと私聞いてみたいんですけど、深いこうきっかけっていう、もう美容師絶対なりたいっていうものがあったわけじゃないんですけど、うん、それこそ僕今39で、見えないですよ。いやいや、20代にしか見えない。ありがとうございます、うん、僕がちょうどその18とか美容専門学校行くときに、うんうんうん、ちょうどカリスマ美容師ブームっていうのがあった時だったんですよ。ピークアブーとか。そうです、そうです、そうです。もう本当にそういうお店がすごいこう、まあ、ブームが来た時で、モツヘアとか。そうですね、うん、でその時にちょうど木村拓哉さんが美容師役 の、はいはいはい、ビューティフルライフっていうドラマを、はい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 、山口智子さんと。それ違います、ね、違それロンバケですね。ビューティフライ、時矢田さん、はい、はい、そうですね、はい、そうです、はい、最後ね、悲しいやつ、ね、そうそうそう、あれのドラマがちょうどこう自分がそのぐらいの年代的にやってたっていうのもあって、そのいろんなものが重なって、うんうん、で何かこれに突出してなりたいっていうのがなかったってとこもあったんで、うん、あ、じゃあこの道いいんじゃないかぐらいな感覚で飛び込んだですけど、それでここまで来ると合ってたんですね。いや、どうですか、もう必死でしかなかったですね。もう何も考えられなかったというか、でもなんか美容師さんって天性のものがあるじゃないですか、こうデザイン力とか器用さとか。いや、僕はどっちかって言ったら、うん、その天性なものとかはない方なのかな。努力か。いや、努力もしたかどうか思い分かんないけど。いやいやいや、努力家ですよ。そうしたら、いや、そうですかね、なんか、はい、じゃあもう努力をして20年。そうですね、20年目に、はい、嵐と一緒だわ。はい、20年やってきたんですけど、はい、その中でお仕事してきて嬉しかったこと、ね、なんか一番嬉しかったことって何かありますか。そうですね、先ほどもね、
ちょっとなんかいろんなこう中高生が結構あのいろんな遠方から来てくれるっていうこともすごい嬉しいことですし、そんなこうねわざわざバイトをして貯めたお金をねでわざわざ来てくれるっていうのも嬉しい。10万ぐらいかかりますよね、飛行機代とか。そうですね、それをこうわざわざまあしてくれるっていうのはありがたい嬉しいことですし、あとはまあいろんなこうお客さんをやらせていただいてて、なんかこう例えばそれこそ芸能関係の子たちとかも結構いるんですけど、まあなんか担当した子、担当してる子がなんかあの活躍していったりとか、あの売れていってるっていうのをこう目の当たりにデビューしてこう見ていくのはすごくこう嬉しいし、あの親心じゃないですけど、あのね、なんかすごくこう感慨深いものがありますね。はい、じゃあもう芸能界の方とか以外でもなんかまた面白い方とか六本木だといっぱいそうな感じがするんですけどなんかこのお客さん面白かったとかそういったエピソードなどはございますか？そうですね、まあ、すごいいろんな面白いお客さん多いんですけど、あの例えば、まあ、テレビとかねいろいろこう出てる今の出てるローランドとか、彼とかは一緒にこういろいろやらせてもらったりとかしてて、すごくないですか？あ、そうですね、なんか今ねそれこそあんな風にすごいあの有名になっちゃってあれなんですけど、もう彼なんかは、まあ、見ての通りすごいこだわりが強くて、もう美に対してっていうのはもう女性よりすごいので、だってキンキンに真っ白ですよね。そうですね、はい、常に染めてるんですか？常に染めてますし、もうちょっとしたカットも常にちょっとずつ整えたりとか、あのシャンプートリートメントとかも、あの買って行かれるんですけど、箱買いですね、毎回箱でこう持って帰ったりとかすごいやっぱやることがビッグ。もうそうですね、もうちょっとスケールが違うなっていうところで、いつも髪型同じですよね彼ね。そうですね、もうあの常にこういい状態を保つようにはこっちもまあ努力をさせていただいてるっていう形で、はい、でもしょっちゅういらっしゃってるわけですね、山根さんのところで。しょっちゅうですね、はい。あのデザインは山根さんが考えたんですか？いや、そういうわけではないですね、もうほとんども彼ですね、それに関しては。こうやってやってみたいな、はい、ねえ、もう本当アンドレじゃないけどオスカルのような、ね、ベルサイユのバラックの、ね、はい、あの巻き髪でもあれ髪が傷んでたら絶対できない。あ、そうですね、それはもう絶対だと思いますね。あれだけ染めてて傷まないんですか？はい、いや傷みますけど、あのやっぱそこを最小限にできる限り最小限に抑えるようには、まあ、努力させていただいてるっていうところで、はい、そうそう、ホームページ見たら山田さんなんか毛髪診断士の資格も持ちだとか、はい、ね、書いてあったんですけど、はい、やっぱ毛髪ケア、あの髪の毛の改善とかにすごく力を注いでらっしゃるんですか？はいはい、そうですね、まあ、そういうお客さんローランドなんかもそうですし、なんかまあダメージをすごい負ってるお客さんっていうのが多いので、はい、それこ そ, その芸能関係って子たちもいつもセットをそうしたり ね、うん、あの役によってこう髪色変えたりとか、うん、まあ、いろいろあるの で、ね、あの痛みやすい環境にこういる子たちなので、まあ、それをなんとかしたいなってところもすごくあるし、っていうところで、あの、まあ、勉強し始めたっていうところも、はい、山田さんのところ の, そのなんか改善トリートメントって、はい、傷んだものが蘇るんですか？あ、蘇ることはやっぱないですね。髪ってこう、何やっても蘇ることはないかなと思います。はい。はい。ただ、疑似的にというか、できる限りこう、傷む前の状態に、まあ、できる限り戻していこう、近づけようっていうところは、まあ、努力させていただいてるっていう。すごくないですか？それ山根さんのところでできるんですか？まあ、そうですね。もちろん、なんですか、100% ってわけではないんですけど、あのできる限りは、はい、やっぱりね、ローランド様が通ってるぐらいですからね、ねえ、あの髪をキープしてるというのはすごいですね、ね、じゃあ今後の展望とか、なんか夢とかありますか？そうですね、まあ、いろいろね、いろんなお客さん来ていただいてっていうところで、まあ、自分が好きなシャンプーとかトリートメントを作っていきたいなっていうとかもやっぱ思ってますし、やっぱホームケアってすごい大事だと思うので、ホームケアってお家で、そうですね、あの美容室以外ですること、まあそうですよね、はい、美容室に月に1回としたらその後全部お家ですね、そうですね、はい、なのでそこすごい重要だと思うので、それをやっぱ自分オリジナルで何か作っていきたいなっていうふうには思いますね、はい、素晴らしい。じゃあ今いろいろ研究してる段階なんですね。そうですね、はい、ダメージレスな
ね、そうですね、はい、していこうということで、はい、なんかこうレスになるようなカラーリングもあるとか聞いたんですけど。そうですね、あのできる限りこう傷まないようにとか、うんうん、なんかよくあのブリーチ剤脱色剤っていうのが入ってないような、うんうん、あの薬剤も一応うちは取り扱ってはいるので。すごい、はい、ただまあね、あの金髪にはならないですよ。ローナの玉は脱色は違います。カリニア使用してるわけではないんですけど、そうですね、あのそういう薬剤とかも取り揃えたりはしてるので、あの極力できる限りあのダメージが少なくっていうふうには、はい、じゃあ白髪染めぐらいとかだったら脱色とか使ってないのでできるわけですか。そうですね、あの白髪を染めるだけであれば、あのそういうの脱色剤が入ってないようなものでも染めることは可能かと思います、ね、はい、もうすごいですね。ね、はい、なんか100%でも天然とか言ってもなんかそう天然成分のものでアレルギーを起こしたりとかすることとかあるじゃないですか。 ありますね、はい、それもない。いや、例えば天然 100% のもので、うん、そのやっぱアレルギー出ちゃう人も中にはどうしてもいるんですよ。私出たんですよ。そうですよね。いらっしゃいます、それは。そう、なのでやっぱりこう人に合わせて、うん、各種取り揃えてなきゃいけないかなっていうのは思いますし、うん、はい、なるほど、はい、もうその人に合わせたものを取り揃えているということなんですね、はい、素晴らしいですね、もちゃん常に研究してらっしゃるんですね。いや、まあね、なんかそういう難しいお客さんが多いので。やっぱりね、はい、やっぱりそれでも答えてくれると思うからこそ山根さんのところに訪ねていくんだと思います、ね、まあ、ありがたいですよ ね、 ね、はい、もうなんか聞けば聞くほども行きたいとか思っちゃいました。ありがとうございます、ね、はい、ちょっとねすごいお値段も高いんじゃないかなと思うけど、それを出してでも行きたいとね、やっぱり皆さん思っちゃうんでしょうね。ありがとうございます、はい、いやもうぜひぜひ一度ですね、皆さん山根さんを訪ねて、あの予約制ですか。完全予約制になってますね、はい、ホームページから。そうですね、はい、はいはい、もう予約いっぱいですかね、もしかしたら。今のところ僕は新規のお客様は紹介が取っていなくて、ただあのうちのスタッフとか、もちろん同じ薬剤使用してますし、はい、みんな信頼できるスタッフなので。うわすごい、はい、もうそういうこと聞くともう余計やってないのかなちゃう。あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さんあのホームページぜひですね、ロアナ六本木で検索をして、予約をされてみてください。よろしくお願いします。はい、早いものでエンディングのお時間です。本日は山根さんいかがでしたでしょうか。いやもう緊張しました。そうですか、はい、いやもう素敵で、山根さんのもうすごいいい香りがもうね、もう居心地がとっても良かったです。ありがとうございます。、はい、皆さんにもこの香りをお伝えしたい。ではね、山根さんゲストさんからね、はい、お知らせがあるということなんですが、はい、山根さんのお店ロアナ六本木さんからのお知らせなどがありましたら、はい、お願いいたします。はい、今ですね、シャンプーとかトリートメントとか、うん、はい、ヘアオイルですね、ヘアケアオイルなど、必死にちょっと制作中ではありますので。オイル、そうですね、はい、なのでそちらが、まだちょっと完成はしてないんですけど、うん、完成したら皆さん、いいものとして提供したいなとは思ってますので、うん、期待していただけたらなと。いやもうぜひぜひ楽しみにしてます。はい、私ちょっと猫っ気なので、はい、オイル塗ったらベタってなっちゃうんですけど、そういうのもない。そうですね、ベタつかないオイルっていうのを、今作ってるところなので。すごい、はいはい、ぜひ期待していただけたらなと。期待しちゃいます、はいはい、じゃあぜひ皆さんですね、ロアナ六本木を検索してみて、はい、ホームページの方もぜひご覧になってみてください。はい、では次回の放送は、2020年1月28日火曜日、同じく18時30分からです。番組ではメールを募集しています。毎回ゲストにお越しいただく美容師さんにお聞きしたいことがありましたら、お便りをどしどしお送りください、はい、この番組は協賛企業がいらっしゃいますオーガニックシャンプーロナロナの提供でお送りいたしました。山根さん、どうも本当にありがとうございました。とってもお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。またぜひね、一度遊びに来てくださいね。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい。はい、では、皆さん、ぜひ山根さんを、ロアナ六本木で、山根さんを検索してみて、ぜひ行かれてみてください。ロアナ六本木でした。よろしくお願いいたします。